広告の仕組みを売ってるっていう感じですね、うん、その結果その会社が倒産してしまったんですね。なるほど。いやー、素晴らしいテクニックをいろいろ聞きましたね。はい、どうもこんにちは、竹之内です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、特別ゲストをお呼びしております。株式会社売れるネット広告社の加藤玲央社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます、うん、今回ちょっと対談ということで、はい、前から、加藤さんのことはもう存じ上げておりまして、すごい方ですよ皆さん。売れるネット広告社っていうのが通販で売れている、まあ、商品ですねのコンサルされてるんですよね。そうですね。有名どころで言うと、例えば、それこそエーザイとか味の素とか、はい、あと、まあ、やすやさんとか、最近 D2C っていうのがあるんですけど、はいはい、それも結構、大手どころは結構独占してるんです。そうですよね。D2C で有名でなると、青汁さんも。あ、そうですね。青汁さんも、実はもう8年ぐらい前から、はい、うちのクライアントで。はい、まあ、今、めっちゃ儲かっちゃってますよね。いや、儲かってますね。はい。売れてるところ全部関わってるよなって、僕は思ってたんですよ。普通だったらね、コンサルで、相当なお金払わないと聞けない話を、ちょっと今回は全部披露していただきたいなって。大丈夫です。はい、はい、今の事業がなぜ当たると思ったんですか。ですね、実は当時広告業界っていうのは、今と違って、みんなやりたくなる仕事は何かというと、はい、マスメディアのブランディングの仕事なんです。いわゆるイメージ広告を作る人がもう 99% そっちを仕事やりたくなる仕事。私自身は、まあ、自分のポジションで知名度が上げたかったんで、はい、逆バイオしたんですね。で、当時もう超ニッチだったネットの、しかもダイレクトマーケティングっていう反対軸に行ったんですよね、はい、そう、全然人口がいなかった。うん、そこでめちゃくちゃ一生懸命やって、うん、まあ、そこの中ではナンバーワンだったんですね、会社の中で。だからもうオンリーワンだったんですよ、会社。あ、じゃあそれを担当してて、実際にクライアントが結構来ることを確認した上で、そうです、独立したんですね。そうです。で、まあ、日本経験どんどん下がれば下がるほど、もう世の中のやっぱメーカーさんやクライアントさんの広告への費用対効果の意識がめちゃくちゃ上がってきたんです ね、 そうですね。時代の波にも乗れた、乗れたんですね。それこそ今さっきダイレクトレスポンスマーケティングっていうのが出てたけど、はい、まあ、僕が好きな神田正則。僕も好きでした、ね。好きですよね。この非常識な成功法則というのが。あ、本と一緒ですよね。そうです。あ、そうなんですか。僕読んでましたよ。そうですよ。気づかなかったですか。気づかなかったです。そうなんですね。うちのチャンネル名は、神田正則さんの本から取らせていただいたんです。実際に神田正則さんの本でどれが良かったですか。ね、僕一番好きだったのは、あなたの会社が求人誌、求人誌っていうピンクの本だったんです。ありましたね。あれがもう、はい、もう超ラフに書いてあるし、はい、ある意味小学生の分かるぐらい分かりやすい本で、はい、で、はい、実はですね、まあ、ダイレクトマーケティングの基礎が意外と浅かったんです。僕もそっちを読んで感銘を受けてたかもしれないです、うん、あれちょっと概要欄に貼っときますね。ちなみに今会社これだけ大きくなってると思うんですけど、はい、ずっと純増してる感じですか。ずっと純増してますね。会社作ってからは実はもうずっと無借金経営で来ましたし、純増してますし、売上教えてください。昨年が 27.7 億。はぁ、強いですね。素晴らしいですね。いや、そこら辺ちょっとじゃあそろそろ詳しく、はい、で、実際にどんなコンサルというか、我々の社名が、まあ、売れるネット広告社という社名の通り、はい、つまり売るための広告の仕組みを売ってるっていう感じですね、うん、戦後からこの80年間、はい、広告ってどちらかというとイメージ広告中心のやつだったんですね。テレビ CM とかね、よくタイトルで言ってね、まあ、ポッキーとかってやったじゃないですかね、はい、で、それで、その人たちはポッキーって名前を覚えて、その人たちが後日スーパーとかコンビニでポッキーを手に取ることを期待して売ってる広告ばっかりとかさ、はい、でもそういう広告ってぶっちゃけポッキーの CM 見ても走ってでポッキー買いに行く人はいないですからね。直接売り上げにつながらない広告なんですよ、はい、完全にイメージ広告。そうです。コカ・コーラとかもそうですよね。イメージとして頭に残してきっかけの時にコカ・コーラ選んでもらうみたいな、結構大きい会社しかやっぱできないんですよね。そうなんですよね。あともう一つは何本売りたいか分かんないんですよね。テレビ CM じゃあね30億打ちました、はい、じゃあ何本売り上げたとかって本当分かんないんですよ。だから広告会社儲かるんですよね。そうなんです。結果が分からないからこそ担当者も別に責任取らなくて済むんですよね。そうそうそう。分からなかったっていうことが分からないから、会社さんが騙してるっていうわけじゃないんですよ。はい、もちろんそういう意味じゃないです。なんとなくだけども、そこを費用対効果分からないとかぼかしちゃってるよね。そうそうそう。それを逆に費用対効果を上げる広告を売ってると。そうですね。で、それには実は過去にトラウマがありまして、失敗談がありましてですね、実は私自身が広告業界に移ったのが26歳だったんですね、はい、一番最初に担当したクライアントがあってですね、通信会社だったんですけど、うん、これから広告やりたいみたいな話になって、はい、私まあ営業マンして結構強かったので、はい、バンバン売り込んだんですよ。なるほど。もう新聞広告から雑誌広告から最後はテレビ CM まで売って、
って、はい、実は2年間で1営業として40億稼いだんですね。すごい。だから、まあ、40億分の広告やってもらったんですね。でも結局仮説をベースとしたイメージ広告ばっかりやらせてたんですよ、はい、その結果その会社が倒産してしまったんですね。なるほど。だから広告費は膨大に使ったけどレスポンスが来なくて売り上げが上がらなくて。そうなんですか。で結局その会社が倒産して、で僕が一番辛かったのが、そこの社員が全員解雇になってしまったんですよ。で僕はもう当然謝りに行って、すいません僕のせいでこういうことになっちゃって言ったら、しょうがないよと、まあ、会社の判断としてあれ広告やったんだから、なるほど、もうそれはレオさんのせいじゃないよと言いながら、もう僕はそれはすごいトラウマで、でその中で僕は何したかというと、実は逃げるように僕は当時営利機関東京にいたんですけど、営利機関の九州支社にダイレクトマーケティング部署から募集したんですね。なるほど。広告業界では第3位の広告代理店ですね、はい、まあ、電通があって博報堂があって ADK ですね、はい、そうですね、はい、実は九州に行って、はい、もう二度とクライアントさんを倒産されて、なるほど、そのためには売るための広告が全てだと。でそこで何したかというと、もう売るための広告、しかもインターネットだけに集中して自分のキャリアをサラリーマンで作ったんですね。なるほど、なるほど、はい、ネットって良くも悪くも24時間365日全部リアルタイムで消すんですね。なるほど。で結局何人が広告をクリックして、はい、何人がサイトを見て、何人が申し込んでいくら買ってくれて、その人が何回リピートしてるかまで、うん、全部 100% 消すことになりますからね。逃げ道は全くない。そうですね。青汁さんがだから今お金持ってるのも、やすやさん成功してるのも、エーザイさんもそうですけど、うん、レオさんのおかげじゃないですか。あ、もう僕のおかげというか、まあ、商品も良かったって言われますけど、でも確かに支援はずっとさせていただいたし、うん、確信の部分というか、はい、これがあったから儲かったんだ、うん、逆に言ったらみんなこれを知るだけでも結構儲かることを作れるよっていうポイントってありますか、うん、あります。ちょっと具体的なちょっと話すると2つあってですね、はい、基本的に今の入り口としてはまずワンステップのマーケティングより2ステップマーケティングの2ステップマーケティング、はい、これ結構レオさん言われてるんですね。重要ですね、はい、でワンステップマーケティング何かというと、例えばここに商品があります、はい、多くのね9割の会社やってしまうのが、はい、この本商品を定期コースでいきなり売ろうとするんですね。あ、はい、本商品の場合ね、はい、それって結構難しいんですよ、ね、そうです。例えばね、合コンに行っていきなりね、うん、私と結婚してくださいって言ってるんですよ、ね、あ、それよりも例えば合コンったら一番成功率高いのは、まずはもっとデートしようよっていうのが1回目ね。そう、もう何十倍も成功確率高いですよね、はい、プロポーズよりも、はい、だからそれと一緒で、通販の業界でも2ステップっていうのは、例えばよく無料のモニターとか100円のモニターとか500円のモニターで1週間分とかトライアルをまず広告で打つんですね、はい、そしたらいきなり本社に売る広告に比べてこっちは数十倍なんですよ、レスポンスが当たり前です、うん、そのうち何割かを後日本商品の定期コースに持っていく、いわゆるサブスクに持っていく方が最終的に CPU 効率がいいんですね。でも最初に無料で渡すじゃないですか、はい、その後定期コースって結構いきなりハードル高いと思うんですけど、はい、どうするかというとですね、モニターっていうのはでもさ、フォームを記入する労力を考えると少なくとも興味を持ってるんですよ。あ、確かに。からもうフォームを申し込んだ後に確認画面に行くじゃないですか、はい、で確認画面でいきなりモニター7日分じゃ効果ありませんよっていう、でそこから本当に効果出したかったら最低でも1年以上続けてくださいって話を言って、でよかったらモニターセットもこれ100円とか500円いりませんので定期コース申し込みくださいって言ってます、確認なので。じゃあ実際にはモニターで無料を申し込む前に定期コースに行くんですか。そうです、確認画面に行かせてそこで定期コースのことをくどいて、なるほど、この先付き合ってもらう必要ないから1回だけでいいねんと、うん、食事も払うからと、うん、で腰連れてった後に、いやでもね俺と付き合うメリット実はこんだけあるんやよ、定期コースしないみたいな、ああ、そういう分かりやすいですね。でそこで実はですね、会計でも 25% が定期になります、はい、最大で 80% 商品になります。じゃ定期に上がらない人はどうするか、後日フォローのメールおよび LINE および SNS で、先日ありがとうございましたモニターね、よかったら定期コース申し込みしませんか、後日でも大丈夫なんですか。大丈夫です。結局そこで少なくとも1割ぐらいは定期に入ってくるんです。ああ、なるほど。あともう一つ重要なポイントがありまして、定期、まあ、最近の言葉で言うとサブスクに入れていって早期的に取引してもらう。意外と多くの通販会社って単発になるんですよね、はい、1回売って終わり、はい、1回売って終わりなんですけど、なるべく定期コースに入って、定期コースって結局は欲しいから定期で頼むわけじゃないですか、はい、単品で普通に毎回頼むっていうのは結構欲しかったらどうせ頼むだろうって思うんですけど、うん、そこは違うんですか。それがですね、まあ、人間って面白いのが、確かにこの商品が好きだとしてもぶっちゃけね、まあ、それはあくまで商品売る側の思いである、はい、つまりじゃあこれ頼んだけど、ああもうなくなっちゃった、うん、ま
あ、じゃあいや、ちょっとコンビニのやつ待っちゃおうとかなっちゃうんですよ。あ、なるほど。で、薬局行っちゃうんですよね。で、これ低コースにしてると少なくとも安定してずっとやっぱ入ってるので、ただこの商品がいいと思ってる人でも逃してしまう人がまだいると、はい、そうです。それを絶対に拾うために定期コース、そうです。で、大体ですね、単発の商品サービスを提供するのは、まあ、その都度単発じゃないですか、に比べて定期で言うと LTV ライフタイムバリューって、まあ、年間購入単価なんですけど、はい、それが3倍ぐらいになります。そうなんです。だから3倍儲かっちゃうんですね、定期とか。一つ気になるのが、はい、僕定期購入絶対しないんですよ、うん、でなぜかというと、その時期になくなるとは限らないですね、うん、例えば化粧品でも何でもそうなんですけど、うん、まだ余ってるってことですか、ね、これで結局解約してしまうんだと思うんですよ。おっしゃる通りで、はい、解約理由で一番トップは余ってるからです。そうですよね。その時どうするかというと、解約したいんです、来るとするじゃないですか。それどうするかというと、アホな通販会社は余ってるんですね、じゃあまた使い終わったら連絡くださいねって言っちゃうんですよ、はいはい、で解約にしちゃうんですね。それはアホな会社ですね、はい、天才の会社はどうするかというと、はい、何個余ってるのザッと来るんですよ。3個余ってるんだよってお客さん言ったら、じゃあ今が、10月の22日なので1月の22日も使われますね、じゃあその時でまた再開手続きしておきますね、よろしくお願いします、じゃあね、ガチャン。再開の日まで決めてなるべく延長させる。なるほど、なるほど、なるほど。これはテクニック論なんですね。いやー、素晴らしいですね。まあでも、絶対に繋げていこうと思ったらそこになりますよね。そうですね。うん、はい、なるほど。いやー、素晴らしいテクニックをいろいろ聞きましたね。これをでもツールを作って、なんか仕組み化しちゃってるんですよね。そうですね。はい、まあ、うちの前ですね、ウレンネットコープスクールっていう、まさにツーステップマーケティングだったり、まあ、定期コース、サブスクを実現するためのツールを作って、はい、で、一番大きなポイントとしては、ランニングページっていう概念があってですね、はい、一つ自慢すると、私がやつは日本にあれを初めて持ってきたんですね。なるほど。十何年前に。でランニングページっていうのを持ってきて、でそのランニングページに特化したクラウドサービス、まあ、簡単に言うと、大体ランニングページを作るのに2、3ヶ月ぐらいかかるんですよ。費用も何だかんだ言ってね、もう200万とか結構かかるんですね、今作ると。でそれをですね、もういわゆる3分間で、うん、商品名、商品パッケージを画像をアップロードしたり、はい、価格を入れたり、数項目入れるだけで、いきなりランニングページが3分できちゃう。できちゃう。で、システムも3分できちゃうみたいなツールを今、まあ、文言が定型文化されてるんですよね。商品によって多少の違いはあるんでしょうけど。そうそう。置き換えてくれて、もちろん調整はしなきゃいけないんですよ、はい、まあ、でも7割方できるみたいな。なるほど。あとはもうクライアント側で調整して、はい、じゃあ購入ボタンとか出来上がるんだ。で、そうフォーム一体型にもなってますし、さっき言った確認画面、はい、でいわゆる密室で届くのも全部出来上がってる、はい、できる。フォローのメール後日送る手紙とか LINE も全部出来上がってるし、なるほど。だからデートの段取り全部組んでくれる。そう、あ、3分間もう店も決めてくれるし、口説き文句も全部決めてくれる。ボタンにしてもなんか緑のボタンの方がクリック率が上がるとか。そうなんですよ。よく多くの赤い申し込みボタンで、ね、注文こちらとか購入こちらが書いてあるけど、はい、それにも緑のボタンが。それなんでなんですか。これは AB テストっていう。これ AB テストだから結果は分かったけども理由は、そうですね、赤って目に留まらせる色なんですけど、はい、安心させる色じゃないんですね。あ、例えば信号一つでも、はい、緑は進め、うん、赤は止まりそう。なるほどなるほどなるほど。なんか赤って確かに注意みたいな感じなんで、はい、クリックすると何か課金されそうな気がしますね。そう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 。だからそれも全部 AB テストで出してるんですね。そうなんですね。うわ、素晴らしい。もう仮説ベースでの広告は一切作らない禁止っていうのをすごく重要視してます、ね、素晴らしいですね。ちなみにツール、うん、多分かなり良くて、僕も拝見させてもらっていいので、概要欄載せておきますね。レオさんにそういったツールとかでコンサルしてほしいとか、なんか概要欄にじゃあそこら辺は全部載せておいていいですか、はい、あ、ぜひお願いします、はいはい、全然お申し込みください。わー、素晴らしい話いっぱい聞いたと思いますね。はい、楽しかったです。いやいや、僕も楽しかったです。まあ、今回だけじゃなくてまた何か、はい、ぜひ対談させていただけたらと思います。今日はどうも売れるネット広告社の加藤レオさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとお待ちください皆さん。はい、ここでですね、加藤レオさんから皆さんにプレゼントがあります。今回特別に加藤レオさんのセミナー動画を無料で皆さんに見せていただけることになりました。交渉しました。かなりためになったお話だったので、有料の一部をちょっと僕たち編集して切り取って提供できることになりましたので、ぜひね、概要欄の方を見ていただけたらそのリンクが貼られています。なおかつですね、加藤レオさんからこのチャンネルを見ていただいている方に特別ネットで単品リピート通販に興味のある方に無料で相談を受けますよって言っていただけたので、そのね、相談の URL っていうのも貼っておきましたので、ぜひ概要欄から興味のある方どんどんね、リンクにアクセスしてみてください。はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。失礼します。